こんばんは。私は今東京タワーの前にいます。この地下駐車場で今からミントデザインズのショーが行われようとしています。ミントデザインズは2人からなるデザイナーチームで、ロンドンで培った経験と東京ならではのポップさが入り混じったユニークなクロージングブランドです。舞台衣装やユニクロとのコラボ T シャツなど、活用の場を幅広く、最も今注目を浴びている東京ブランドの一つです。本当に簡単な一言なんですけども、今年の新たな目標と挑戦、また世界の人々への、メッセージなど簡単にいただけたら嬉しいんですけども、海外からの方が何人もお見えしたんですけども、今日も会場で、日本をベースにして、で海外でも活躍していらっしゃると思うんですけども、その海外からの注目度もすごい高いと思うんですけども、そういうのを通してまた海外に対する意識っていうものは、はい、そのもう今だとその日本海外っていう発想自体がちょっと古いと思うんですよ。もう活動していてインターネットでそれも見れるし、若い自分たちのお客さんの世代になると、何が海外からの輸入物で何が国内物なのかっていうことは意識してない。その面白ければそれでいいっていうか、いいものはいいっていうことしか意識してないと思うんですね。なので、その私たちも外の方に見てもらうとしても、それが海外だどうだっていうことではなくて、本当にいいものをみんなに同時的に見てもらえれば嬉しいなと思って。ありがとうございました。これからのミントデザインズの活躍にも期待したいと思います。